こんばんは、山亮と申します。さあ今日ね、何をやっていくかというとね、まあ品質検査表を作ろうということでですね、まあ内々連盟っていうのを募集しますよということでね、まあ少ないね、チャンネル登録者数の少ないみんなで集まってね、こうみんなでこうね、チャンネルを盛り上げていこうじゃねえかというね、イヤーとね、やっていこうということでございますね。ということで、でそこでね、一応目玉としてね、品質検査表のね、発行を行いますよという話をしてました。でまあその動画でもね、紹介動画というかね、細かく解説した動画の方でね、詳しくどういうようなデータを取りますよという話はしたんですけど、まあ実際にね、じゃあどういうような感じで出来上がるのかをね、見てみましょうということでですね、実際まずね、じゃあうちのチャンネルね、5チャンネルね作りましたから、このチャンネルをね、試しにじゃあ、入れてみて、どんなようなね評価になるか、自分のところをねまず出さないといけませんからね、ということで、出してみようと思います。まずは、このね登録者数とか、入力するデータとしては、登録者数ですねと、視聴回数、あと公開動画本数で、このあたりは自動計算が入ります。要は、動画の本数と、登録者数を割ったやつとか、これは、平均数ですよね、動画の平均視聴数で、これは、トップ上位5動画の再生数ということで、まあ、どれぐらいの爆発力があるのかということですよね、が分かりますよっていうやつなんですけど、うん、ね、で見てみると、ですから、あと必要な数字としては、上位5本の動画のね再生回数があればこれが作れますよということで、実際じゃあどういうふうにして見ていくのかというのをね、まあ種明かしをね最初にしちゃう感じになっちゃいますけど、まずね登録者数とかはね、基本的にこのチャンネル登録数、これで、ほぼほぼ見れます。まずねうちの総合チャンネルの場合でしたら131人、おかげさまでなんかねちょっと、増えまして131人になりましたよと。でちょっと前まで106人でしたから、すごいですね、いい感じで増えてますね。で、次視聴回数、これは、概要欄というところに見ると出てます。ここでね、で 64,359 ね、これもコピペしたれば、貼れるはずなんで、64,359。で、次が、動画の投稿本数、これはね、見方がありまして、ホームで、アップロード動画をすべて再生というふうにすると、すべての、動画のやつが出てきます。でこれ592本ってなってますけど、これはね、未公開の動画も、自分のチャンネルからね自分のやつを見てるんで、非公開の動画も、ここには含まれてきますんで、実際の、数はこれとちょっと変わってきます。これ今サブチャンネルの、ね、方から、見てみましたけど、サブチャンネルの方からうちのやつを見てみるとね、576に減ってますよね。これが今公開されている動画数なんで、これを基準にします。ね、非公開の動画までは私分かりませんからね、576と。で、次が MPF 値とか後で自動計算で出ますんで、FDK 値ね、人気の動画ネットなんですけど、これはどうやって見るのかっていうと、まだね、ちょっとさっきの、チャンネルの紹介のところに戻りますけど、ここのところで動画欄のところ、並べ替えっていうのがあります。並び替えで、人気順っていうのがあるんで、これにすると、こんな感じで、基本的にこの、動画の再生数の多いやつ順になります。なんかちょっとラグが1日2日ぐらいちょっとラグがあるみたいなんですけど、まあ過去のね動画のその、総合のやつを見るのであれば、これで、十分、ちゃんとした数字が見れるんじゃないかということで、これでいきます。で、なんとねうちの動画もねおかげさまで 1.2 万回って止まりますので、ちょっと再生数はいい感じになってるんですよね。 1.2 万回だから1万2000でしょ。で次が4510回、で最後、YouTube の動画が次また入って1585回ね、158回となります。であとは、そうするとねこんな感じで順位が出てきます。ちょっと今空欄のねやつもありますんで、ちょっとエラーが出ちゃいますけど、まあ、こんな感じでね、うちの場合でしたら、そうすると、順位のところがちょっとすみません、エラーは出ます。こんな感じ、で、まあ、うちの場合は、まあね、当然トップチャンネルとね、比べると全然あれですけど、だからちょっと MPF 値は良くなりましたね。4.39 ってことで、まあ、これも全然ね、やっぱ少ない数字ですけどね。はいはい。というふうに見ていくと、これを今度、品質検査の概要っていうのがありまして、こんな感じね、登録者数が一定超えてるとポイントがつきますという感じで、こんな感じでポイントが、計算されていきます。
で、うちの場合でしたら、まず登録者数がちょっと移動させますね。ちょっとデータ入力用のところがありますんで、ちょっとここに持ってきますわ。そうするとね、ここになんかいろいろ数字が出てますけど、ここにね、数字を打ち込むと計算ができるようになってるんで、で、ちょっと計算してみましょう。うちのチャンネルの場合は、まず登録者数は131人です。そうすると、100人を超えてますよってことなんで、そうするとここが1ポイントつきますよと。1ポイント。で、次、視聴回数が6万4000なんで、あ、これもね、一応1万超えてますから、9万には届いてませんから、1ポイントですね。で、次は公開動画本数は576本。あります。100本超えてますんで、これは2ポイントつきますよということですね。で、MPF 値は、これはね、ちょっとすいません、見方が見にくくて色と一致しないんで申し訳ないんですけど、これの場合は、色 4.39 なんで、これ、2より下、多い数字なんで、これは2未満の場合ね、2より少なければ、この数字ですよということなんで、これより多いんで、こっちの方です。1ポイントになります。ちょっとこれだけすみません、データの作り方間違えちゃってて、ちょっと変更ができてないんでね、ちょっとね、アルゴリズム変更するのが難しかったんで、そのままちょっとここだけ使ってます。申し訳ございません、見にくくて。で、あとは WAV 値は111ってことなんで、あ、これ10超えてきたな。前はあれね、80ってことだったんで100超えてなかったんですけど、これがうちのも2ポイントになりましたね。はい、あ、この上に書いてあるやつは、昔に載った数字で、そうすると5を超えてたんだよね。これだったら、例えば0ポイントってわけね。で、FDK 値は、うちの場合は、まあでもこれはね、やっぱり、1万の動画が1本あるだけなんで、でもね、おかげで1万を超えてきましたね。ってことなんで、1ポイント入ります。で、そうすると、検査表が自動で出来上がるはず。はい、こんな感じでね。はい、登録者数がこれだけでっていうふうになりますんで、8ポイント、合計でね、たまりましたよってことで、8ポイントだとどこになる？あ、うち一応 G クラスになるんだ。はい、ってことで、うちはこれで、S であってね、G クラスと。これが自動で入るようになればね、楽しいんでしょうけど、すいません、ちょっとそこまでは作り込めてないです。ということで、こんな感じで検査表が出来上がりますよということですね。ジャンルは総合、これも、自動でデータが引っ張ってきます。ここで、ね、まあ、うちこれはまず総合チャンネルということになってるんで、まあ、総合というふうにしました、いうことで、なってます。そうするとこんな感じでね、検査表が出来上がってきますって感じで、これをまた PDF とかでね、データにして、はい、交付で、ね、できるようにしますよっていうサービスでございます。あと、まあ概要欄とかね、ここら辺はまたチャンネルのね、動画内容とか見てね、また変えていこうと思います。で、まあ一応ね、おめえからの提案なんてなんなんやって、ね、思われるかもしれませんけど、一応データに基づいてね、ある程度とかね、語れそうなところはね、ここで入れて、出してみようかなというふうに思ってますので、検査実施日は今日ね、今日に変えましょう。4月、今日は4日ですね。4月4日と。こんな感じで変えれるようになってます。なんか無駄にいろんな機能をね、つけてますけど。まあこんな感じで出来上がっても、ちょっとチェックしてみよう。こんな感じでね、検査書、出来上がりますよというようなサービスになっております。ということなんで、他のねチャンネルも見ていきましょう。で、うちの場合でしたらこれで、クラスが G ということですね。まあ一覧ちょっと入れときましょうか、せっかくなんでね。4月4日計算で G でしたよというのをちょっと控えて入れておいて、で、次、他のねチャンネルもじゃあどんどん見ててみましょうか。ないない連盟参加者大募集。スターステージではチャンネル登録者がいない、収益がない底辺 YouTuber のための団体を創設しました。その名もないない連盟。検索やおすすめ表示などに反映されず、なかなか一般のお客様に認知されない。より良い動画作りの方法がわからないけど、事務所やコンサルタントに委託できる資金力もない。クリエイター同士で情報交換したいけど、登録者数が少なくて相手にしてもらえない。そんな我々底辺 YouTuber の悩みを解決するべく、さまざまな活動を展開予定です。例えば、1、スターステール総合チャンネルでの紹介動画の作成・拡散。2、スターステール品質保証センターによる
品質検査証の発行、3、連盟チャンネル同士での各種情報交換、互助ができるようになります。参加方法はこの動画にコメントするだけと超簡単、しかも完全無料。私たちと一緒にチャンネルを育成しませんか？詳しくは概要欄にある解説動画または山田までお気軽にお問い合わせください。つなぐ、つながる、強くなる、スターステール。さあ数字をね入れてみましたけどね、いやーひどいですね、うちのチャンネル改めて見てみると本当ひどい、こんな感じでね、YouTube が2人、登録者数2人、4つ目は3人、ヤマペディアに至っては1人でね、視聴回数に至ってはこれヤマペディア4とかですからね、これどうやって数字出すんだっていう感じになってますけどね、驚異の 11.0 っていう数字出てますからね。ということで、すいません、ちょっとヤマペディアしばらくちょっと放送を休止に追い込まれました。いくらなんでもこれだとね、ちょっと総合チャンネルのね方のね、動画作成をねちょっと力入れないといけませんので、ちょっとこれは無理だなということでね、このまま多分お蔵入りになってくんじゃないかなと思ってますけど、まずとりあえず数字として出してまともそうなのはこれかな、更新チャンネルかな。まずこれをまたさっきのグラフと照らし合わせてみましょう。28人、まず登録者数が28人、これは100人未満なんで、これだと0ですね、ここは0ポイント、視聴回数も1万いってないから0か、動画投稿本数は1ポイント、これは 3.46 だから一応5を切ってるから1ポイント取れますね。で次 WAV 値が38、ですから、10は超えてるか1ポイント、あこれも1ポイント入るね。よし。で、FDK 値が、1万からが1ポイントやから1万はいってないか、ですからこれは、0ポイントですね。よいしょ。で、そうすると、検査書を見てみると、個人だと3ポイント獲得ということなんで、I クラス。I ですね。なるほど。そうか。個人チャンネルで3ポイントか。まあ、個人チャンネルは一番この中では、あれは良かったのかな。そうですね、WAV 値は、ですから、打率はまあまあまあ、出してる本数の割にはお客さんが集まってるんで、まあ、政治ネタって言ってね、割り切ってましたからね、ある意味、その分、実はメインチャンネルよりも、効率よく人も入ってきていただいてるということなんですね。ただ、ちょっとコンテンツと再生数がね、いかんせん少ないですから、数字のランクとしてはちょっと厳しい数字になりますね、ということですね。山寮個人はここで愛ですからね。さあ、あとどうなるんだということですよね。YouTube も悲惨ですよ。まず登録者数2人ですから、当然これは、ポイント入りません。ノーポイント。視聴回数も、114ですからね、ノーポイント。1問いってませんから、ノーポイント。公開動画本数は、まあ、一応1取れますよと。で、MPF 値はもう9ですから、5を超えてますから、はい、NG、ダメですね、0ポイント。で、WAV 値は、6.33 ですから、アベレージ10いってないですから、ダメですね、0ポイント。FDK 値は当然100ですから、これはもう全然いってません、0ポイント。で、いうことなんで、これだともう全然数字出ないような、1ポイントしかありませんので、まあ、いわゆる K、一番下の K ランクってことですね。厳しいな。4つ目はどうだ、登録者数とかはもう全然ダメやね。で、動画投稿本数はギリギリ1ですけど、4.33 だから、ここが1ポイント、MPF 値を取れますね。で、WAV 値は、まあ、9.7。で、これだとダメか。取れないね。で、ここら辺も取れませんので、そうすると、4つ目で2ポイントですから、4つ目は J ですね。なかなか
見にくい争いやってますね。熾烈な争いというにはちょっと見にくすぎるな。意外とばらけるでしょ。グチのチャンネルでもこれだけばらけますからね。これこのラインの数字でも一応ばらけるように作ってやりましょう。でヤマペリアはもう、うん、見るまでもないね。はいはい、K ね。はいはいはい、いやーひどい数字だな。平均視聴数 0.36 ですからね。1再生いかないってどんだけ見られなさすぎるだろこのチャンネルっていうね、扱いなんですけどね。まあ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 、普通はねこんな感じですよね。これトップカテゴリーの皆さんこんな感じですからね。また今後はねうちのチャンネルのね番宣も兼ねてね、いろんなね有名なチャンネルさんのね、検証をしてみて、勝手にね検証もやってみてね、売名行為やっていこうと思います。検索にね引っかかってくるかもしれないじゃないですか。そうしたらね浅はかに行きますよ。はい、もうこうなったらね本当に検索にね引っかかってこなさすぎますからね、うちの動画。うん、リンクがなさすぎてね、逆に検索にからね弾かれてる感がありますからね。まあ一応こんな感じでねいろんな数字を出してきますんでね、まだ皆さんもねご参考にさせてねいただければと思いますのでね、ぜひねこのナイナイ連盟ねお気軽に参加の方お待ちしておりますのでね、コメント欄で本当にお気軽にポンとね、お問い合わせください。ぜひよろしくお願いいたします。ということでね本当うちのチャンネルお願いってね、そのチャンネルのアカウントからね、書いてもらったらもうそれで OK です。もうね、緩いですから、うちのところ。はい、よろしくお願いいたします。ということでね、この動画はこれぐらいで締めさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。